はいどうも、今回もキーワードで訴求していきましょう。そっかちごろです。前回ね、あの、ネガティブ訴求って言って、人の嫌な感情に訴えかけて、行動を変えたりとか、購買動機を起こしたり、注目させたりっていう言葉を紹介しました。で、今回も、サムネイルに使えるポジティブな訴求ですよね、前回と逆で。訴求というものをキーワードにして、今回は逆で、ポジティブな訴求。まあ、いい気持ちにしたり、 ものすごく人の気持ちを盛り上げてですね、えー、クリックしていただこうという、そういうようなキーワードを並べてみました。で、このキーワードに組み合わせる画像も、結構ね、元気が出るやつとか、やる気になるやつとか、そういった画像を探してきて、組み合わせていただければと思います。では早速行ってみましょう。ポジティブ訴求の一発目は、ご覧になってます。爆買いですよね。爆買いって言葉も、もうかなり長い間使えてますけども、今からでも全然使えるんですよ。 ま、これから年末年始。でちょっと過ぎましたけども、クリスマスの時期に、これを爆買いしようぜ。もしくは、これが爆買いされてますとかね。海外から来た人は日本のこれを爆買いしてるんですっていうことで、何々っていうふうな興味を呼ぶことができます。その他ね、あの、ご自身が YouTuber されてる場合は、買い物をした時の動画とか、バーゲンの現場に言わせた時など、この爆買いしましたみたいなので、人の注目を集めることが有効になってきます。例えばね、ゲームの新作を爆買いしました。 爆買いっていうとたくさん買ったような気がしますけども1個しか買ってらんない爆買いっていうのもねなかなか面白いんじゃないかなと思いますあとはねマック爆買いですよねマックでチキンがいっぱい出てますけどもチキンをたくさん買ってねじゃあ自分が1人でどこまで食べれるか試してみたみたいなねで爆買いをしたら店員さんがどのぐらいびっくりするかねあのー、バリューセット、ね、ハッピーセットですか ハッッピーセット100個注文ししてみましたみまたたいなねマック爆買いっていうのもあると思います10人で100個爆買いっていうと1人当たり10人前を受け持つことになりますからそんなに無理はないかなと思いますけどもそんなことをやってる YouTuber さんもねちょっといましたよね、まあ、つまりね自分にできそうもないことを YouTube で代わりにやってあげるよとその結末がどうなのか見たいでしょみたいなところを売っていくわけですよねまたユニクロ爆買いですまあユニクロがねものすごく商品の価値を高めてきてますけども ででもままだねね安い商品がありますすワゴンセールとかですよ、ね、じゃあ、ワゴン1個爆買いしてみましたみたいなね、まあ、そんなやつもあるかもしれません。まあ、他にもね、ちょっとすぐは思いつかないんですけども、ユニクロ爆買いに、まあ、ちなんでね、そのアパレルの世界での爆買いっていうのは、今でも結構ね、えー、バーゲンセールとかありますんで、使えることになります。こういう風に、あ自分も買ってみたいな、行ってみたいな、見てみたいなっていう風な思いを起こさせるために、爆買いっていうキーワードを使って、訴求するわけです。 ポジティブ訴求の一発目は爆買いでした。二つ目は何でしょうか増えますってやつですよね。うん。なんかね、これはね、ツイッターとかやってる方かもしれませんけども、要点は増えますっていうふうにビックリマークで断定することなんですよ。これもポジティブ訴求です。増えたらいいなっていう気持ちに対して、いや、増えますよっていうふうに励ますわけなんですよ。増えるかもみたいなのはダメです。YouTube のサムネイルってのはもう断定系がいいわけですよ。 ちょっと弱気などっちつかずのやつはこれはスルーされちゃいます例えばこういう例ですよね何々何をするとフォロワーが増えますとこういうふうにするとチャンネル登録が増えますっていうふうに断言しているとそこにはね人のクリックを呼び覚ますような動機が存在するってことですあとね次大好きでしょお金が増える5つの法則っていうサムネイルがあるとついつい私もねクリックしてしまうんですよねお金が増える5つの法則あ五5つなんだで実はね この5つの法則って書いた時に動画の長さが3分とか5分だと説得力ないんですよ。サムネイルには動画の長さが見えますんで、例えばお金が増える5つの法則ってのが15分とか20分で語られてると、1個1個の法則についてしっかり説明してもらってるなと、これは役に立ちそうだなっていうふうに再生前に再生時間で判断されることがあるんですよ。まあですんでね、お金が増える20の法則になってくると、もっともっと時間が長いのがまあ、 当たり前かなというふうに受け取ってもらうことができますんで、ここで言うのは、増えますよっていうふうに断定することも大事だけども、こういうふうにね、3つとか5つって付けた場合は、ある程度動画の長さがないと信用されませんよってことになっちゃいます。ね、お金が増える、いつの補足とか言ってね、3分の動画だったら、結構はしょってるな最後には、こちらをクリックとか、LINE に登録してくださいっていうふうに誘導されるんじゃないのっていうふうに、今 YouTube を見てる方はね、すぐにピンときますからね。はい、次です。出会いが増える、3つの るまるね。これもいいですね。うん。なんか可愛らしい女の子と出会いたいなと思ってる人がね。出会いが増える3つの場所なのかな。法則なのかな。3つの言葉なのかな。ね。まあいろいろとここにるまるにはね、えー、それぞれの、なんかメッセージを送ったらいいと思いますけども。うん。まあこの〇〇〇でもいいですよね。うん。曖昧に、ここを曖昧にすることによって、まさに逆張りをするってこともできると思います。出会いが増えるを断定して3つの何をしたら、 絶対に増えるっていうふうに約束しきれてるのかなっていうふうに思わせることができるってことです。はい。で、次のキーワードです。最短、最速、最強。ね。この言葉っていうのはね、昔からね、使われてるんですよ。これね、視聴者さんがね、選択しやすくなるんですよ。あ、最短とか最速とか最強、もっともっていう言葉に対して、他を見る必要がないなっていうふうに、こう思わせることができるんですよね。で、これも、最短、最速、最強を使いすぎると、 いつも言っとるやんみたいになるんで、やっぱりね、効果的に使うことが大事です。はい。えー、こうやってね、動画でスライドショーやってますけども、ワードになんかタイピングしたものを読んでるだけっていうね。これでも実際、あの、前回ね、ネガティブリーの時に、有料級の、なんかね、情報でしたみたいなことで、ね、書いてくださった方もいるということで、まあメッセージは伝わるんですよね。まあだからあんまり形にこだわらなくてもいいのかなと。ただし商品化する場合はそこそこね、 見栄えのいいものにしないといけないんですよね。まあこれもだからね、あの商品じゃないからここまでラフにできるんですけども、まあでもね、希望の方がいらっしゃったら、この原本をワードでメールで送りますので、動画概要欄からメッセージをいただければと思います。えー、ワードで、ネガティブ訴求、ポジティブ訴求、まとめたこのワードのファイルをね、送りますんで、よろしくお願いします。はい。では今回のポジティブ訴求、まだ続きます。完全攻略。ね。 完全攻略、ゲームとかでありますよね。完全攻略、恋愛でもいいですよね。なんとかかんとかっていう風に続けちゃうといいと思います。サムネイルもそれに合ったようなやつを作ってくださいね。後ろにね、ファミコンがぼやーっと映ってるやつとか、後ろに女の子がキュンとしてるやつとかね、ああいうのを組み合わせることによって完全攻略、何々々っていう風にポジティブ、訴求ができるということになります。えー、例えばね、これ一本の動画で全てわかります。ね。こういう風に補助してもいいですよね。 完全攻略の意味っていうのはあこれさえ見るときゃいいんだとかねになってくるわけなんですよでこれもさっきと同じで完全攻略なのに動画が5分とか10分で終わっていたら説得力ないんで再生されないんですよだから50分とか60分ぐらいのあそうですね長い動画1時間前後の動画に対して完全攻略何何って書いてあるとあこれはしっかりと作り込まれてるなこれ永久保存しよう何回も見ようっていうふうにブックマークしてくださる可能性が強いっていうことになります長い動画に有効ですよね 例えば「アラフォー婚活完全攻略」っていう風うなサムネイルのタイトルがあってそこにそれなりの画像がはめ込まれているとおなかなかね効果的に見えるんじゃないですかそれに対して再生時間がやっぱ40分50分あるとあこれはしっかり見ないとなっていう風に当事者には思わせることができますまたですね受験勉強をすするる時にもこののサムネイルっていうのは使えるんですよ最近は受験勉強も YouTube でする例が多いですよね特に資格試験とかえそうすると 例えば今回行政書士を例にとりますけども行政書士試験に何人も合格させてきた YouTuber さんがものすごくねあの行政書士試験に通るための完全攻略みたいな動画も作ってくださってるんですよじゃあこれが2時間半だとしたらその2時間半の動画って通常は多くの人がね避けたいところですけども行政書士試験にもう完全にフォーカスしてる人ってあこの動画しっかり見とこうっていう風に授業だと思って見ていただける可能性が高いですよね この行政趣旨試験は別に販売士でもいいですしね、パティシエ試験でもいいわけですよ。うん、もちろん YouTuber なんとかかんとか完全攻略でもいいですよね。長い動画に効果的。そんなポジティブ訴求になってます。はい、次です。こういう風に書いてる例もいいですよね。何々見てくださいっていうね。これペルソナに訴求です。これはね、30代の方見てくださいとかね。うん、大きなお金を失った方見てください。詐欺られた方見てくださいっていうような書き方をするんですよ。 ペルソナに訴求です。ペルソナっていうのは、どんな人を想定して、この動画を作っているかということのペルソナ、頭文字を取ったものです。ペルソナで検索して、ペルソナを調べてください、えー。そしてね、調べた後は、ペルソナとは何だっていうふうな動画をアップロードするとよろしいかと思いますよ。そうすると、YouTube でなかなか商品が売れない人、見てくださいペルソナに訴求するんですよっていうふうな動画、サムネイルができるんじゃないですか。はい、例ですけども、20代の女の子を 出会いたい人。20代の女の子とですね。20代の女の子と出会いたい人だけ見てください。ってやるとどうでしょうか。ね、まさにね、そういう男性が見るってことになります。次。50代転職希望。転職希望の方だけ見てください、ね。これもいいですよね。50代で仕事がない、もしくは仕事を変わりたいっていう方が、あ、これ俺が見る動画じゃんっていうふうになってくる。つまりはペルソナに訴求してるんですよね。次。今月あと10万欲しい人だけ見てください。 今月も残り一週間ぐらいになりますけどもああ今年中にあと十万あればいいなって人はこれ見るでしょね、ペルソナに訴求してるんですよこういう目的の人こういう対象の人こういう欲望の人に訴求するつまりペルソナに訴求するために何々見てくださいっていのを使います次です注意注意っていう言葉があるだけで私たちはやっぱり注意してみることになりますけどもこれねネガティブ訴求の時のキーワードでも出てきたのをまさに逆用するわけなんですよ 例えばこうです。痩せすぎ、危険なダイエット5000。もう痩せすぎちゃって困っちゃうぐらいすごいダイエットですよっていうので5つ紹介するとかね。稼げすぎで注意ですよみたいなね。こんなんね、ワクワクしちゃいますよね。あと、モテすぎ、注意な地方都市5000。そうなんですよ。日本にはね、ここに行ったらどんな男性でもモテちゃうっていうふうなね、地方都市、市区町村があるんですよ。ご存知ですこれ5つあるんですよ。行っただけで結構街歩いててもね、 すいませんちょっと時間いいですかって女の子の方からね声かけてもらえるんですよこういう地方都市が日本にこの日本にですよ5つありますしかも陸続きのところばかりです <laughs> いやどうですかこんなサムネイルがあったら何々ちょっと再生だけしとこうかなって思っちゃうでしょ、うん、まあそんな都市ないですけどね <laughs> はい次です <laughs> 攻略法っていうねサムネイルタイトルこれも使ってください 攻略法1、攻略法2、攻略法3みたいな感じでシリーズものに有効です。ね、例えばツイッター攻略法その1、ね、ツイッター攻略法その2みたいな感じで続けて見ていただきたい場合です。この場合一つの動画が5分ぐらいにまとまっていると見てもらいやすくなりますよね。ツイッター攻略法その1、ハッシュタグっていうね、サブタイトルをつけて やっていくと。そしてその2は別のね、この言葉を使えとか、画像編とかね、そういう風にやって、どん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 シリーズ化させていくことができるでしょで、YouTuber で活動してる時に、このシリーズものを作ることも非常に重要なんですよ。どのシリーズが受けるかなっていうことと、シリーズものがずっとね、一定の再生数を維持してるってことは、最後に成立が持っていけるってことなんですよ。だから、上手にやってる人って、この、その1、その2、その3ってやつをやってますよね。この気になる男シリーズを、 やっぱり100話前後とか200話前後でセールスが来たんでしょう。これはだから、この気になる男シリーズをずっと見てくださってる、再生数を維持してくださってる人のために、その気になる男シリーズのやりとりの延長線上にある商品を紹介するっていう流れなんですよね。はい、次です。YouTube ショート動画攻略法パート1。こういうのこれから出てきそうですよ。YouTube ショート動画攻略法パート1。パート2。パート3みたいな感じで。 今回こういう風なやったら受けましたとかね。びっくり系とか、結末が気になる系とか、ダンス系とか、可愛い,い女の子編とかね。あんなやつですよね。<laughs> で、あと、マッチングアプリ攻略法。上、中、下巻みたいな感じでやると、これも攻略法っていうキーワードを使って、全編をね、見ていただける。もしくは、下巻だけは有料ですよっていう風なセールスもできるよってことです。はい。もうちょっとありますよね。あとね、サムネイルで受けるキーワード。始め方。 ってやつですよねこれ始め方っていう言葉ですよこれねハウツー系によく受けるんですよ例えばね「FX 株の始め方」っていうタイトルまあ FX 株っていうふうにまとめちゃダメですけどね「FX の始め方」とか書いてあってね「はじめにスタートする時に必要なのはこの3つしかありません」とかっていうサブタイトルを打っておくとかね当然後ろにはあのー、取引のチャートみたいなんがあると雰囲気出ますよねそれから YouTube の始め方みたいなのがありますで Gmail を持っている方は YouTube がすぐ始められます アカウントを YouTube のが自動的に作られてますからあとはこの設定をするだけですみたいな感じで YouTube の始め方っていうふうな始め方っていうキーワードを使うことですというのがねこれから始めようかなっていう人っていうのはどのジャンルにも今日この場でも存在してるんですよだからその方をイメージしてその人のために今回の動画作りましたよっていうふうにやるとなんとかかんとかの始め方っていう風うなタイトルができるってことになりますで楽器の始め方っていうのもあるでしょ例えば50代から始めるピアノ の始め方ででもいいわけですよ、ね、50代から今更ピアノなんてなーって人でもよくね自分の子供のの、ね、娘の結婚式にピアノを弾くお父さんとかいますけども、まあ、そういった形でこれから一発やってみるかとかっていう人っていうのはこの50代ぐらいでもやっぱいるんですよね50代で 400cc バイクの始め方みたいなのあるわけですよどうやってバイクを選ぶのかで中古市場はどうなのか乗り方とか保管の方法とかね、えー、メンテナンスはどういうふうにすればいいのかってことを バイクを購入する前にいろいろ調べておいてできそうだなと思ったらバイクを購入するつまりはバイクの紹介のアフィリエイトサイトに YouTube から飛ぶってこともあり得るわけですよこういう風なね始め方っていう言葉を使ったハウツー系のサムネイルもポジティブ訴求として結構使えます次ですやったことねこれはね自分の経験を語る時です2022年稼ぐためにやったことみたいなね そんな感じでタイトル、サムネイルを作ると、何々っていう感じで、やっぱりずっとね、えー、自分の動画を視聴してくださった方とか、これからあ興味を持って自分の動画で見てくださってる方に訴えかけることができるってことになります。例えば、2022年、やったこと、1ヶ月で5キロ痩せるためにやったこととかね、これに3選とかって3つのことをやりましたよっていうのが明示されてるともっといいかもしれないですね。はい、次、17歳年下の女性と出会い、 結婚するたためにやったこと1年これはもう私のことなんですけども <laughs> <laughs> 年下の女の子とどうやって出会うかっていうこととその女の子とどうやって結婚するか1年どういうふうにそのために過ごしてきたかってことをまあドキュメンタリーでやっているねそんなこともできますよねこれは私の実体験なんでいつでも話すことができるんですよ、まあ、ですんで自分の体験がアクセスになりお金になることのいい例ですねえ次スマホで副業毎月3万やったこと10 ね、スマホで毎月3万稼げる副業ってのがあるのはよく知ってるんだけどもそのために何をやればいいのかなってことが分からないでそのためにやったことは10個ありますよっていうふうになるとあこれもちょっと見ておこうかなと一つぐらい自分に取り入れられることがあるかもなっていうふうに思っていただけるつまり今回やったことっていうふうなね訴求が効きますよってことですこれはね主に実績を出したこと例えば覆面 YouTuber で月収100万そのためにやったことみたいなのやるとね、あのー、結構再生されるんじゃないかなと思います はい、まだありますよ。るまるな方法ってやつですよね。これはね、あの、方法系の量産が有効ってことになります。で、方法って世の中にたくさんあるんですよ。で、えっ、ー、と、1ジャンル特化型のアカウントを作ってる方にこれは主に有効です。まあ、例えばね、節約を志向している YouTube アカウントを作った人っていうのは、そのままでスマート代を約する方法みたいなのでね。 その方法をいくつか紹介していくよって感じでこの方法の動画を量産することができるってことになりますあとはね視力を回復する方法ってのも多くの人が求めてる情報じゃないかなと思います視力を回復する方法その1その2その3みたいな感じでやっていくこともできますし視力を回復する方法40代編50代編とかねそんなのもあると思います視力を回復する方法ね視力0.5の人向けとか0.2の人向けとかねそういうふうに 細分化すすするることもできます視力を回復する方法食べ物編とかね日常生活編とかねちなみにエビとかカニのナイアシンを含んだ食品を食べるとがん、えー、病予防に効果があったり視力回復に、えー、効果があったりするらしいですねまあアジやサバみたいな DHAEPA を含んだものもそうらしいですはい次生活保護を受給する方法 <laughs> これはバリエーションとして補助金受給の方法とかね助成金受給の方法とかね えー、例えば金額打ち出してもいいですよ最大500万補助金のもらい方とかねこういう風な何々々何な方法ってやつもポジティブな訴求として有効ですサムネイルに使ってみてくださいまだまだありますよもうちょっといきましょうかね選び方ってのがありますこれはね人の面倒くさいを代行した動画に有効です例えば50代のモテる冬服の選び方っていう動画を作ったとしますよねそうすると自分で服を選ぶのがが下手な人が こういった YouTuber さんの選ぶのが上手な人の知恵を借りてなるほどっていう感じで動画を見るってことになります。で、私もね、スマホケースってのを買うときにね、よく見るんですよ。スマホケースの選び方っていう動画を見て、あ、なるほど、これにはこんなメリットやデメリットがあるんだみたいなので選んだりします。そして、その YouTuber さんの動画概要欄から、今回紹介したスマホケースはこれですっていうふうに URL が貼ってあるから、そこから購入するんですけども、 やっぱアフィリエイト報酬がね、YouTuber さんに入りますよね。はい、えーと、その他ね、えー、動画編集ソフトの選び方、これ気になる方いるんじゃないですか <laughs> 動画編集ソフト、やっぱりたくさん出てるんですけども、その中で、えー、YouTuber、特定の YouTuber を見たときにね、私の動画編集ソフトはこれですよっていうふうに、自分の気になっている YouTuber さんが使っている動画編集ソフト、同じのを使いたいじゃないですか。まあだから、これも結構ね、動画ソフトを 販売すする時に有効なんですよね、まあ、販売しなくても勝手にアフィリエイトで YouTube は広告ついてくれますから自分の動画編集ソフトはこれですよという風うに紹介するだけで、えー、そこからね動画編集ソフトが売れてコミッションが入る可能性が高いです次選び方です彼女も感激車で行けるイルミネーションスポットの選び方 これね、車の選び方っていうやつでもいいんですけども、今回はクリスマスっていうこともあって、イルシミネーションストップスポットの選び方っていうのをやっていくといいんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね。ええー、まあもうちょっとにしておきましょうか。はい。長くお付き合いいただきましてありがとうございました。あと5分らいで終わります、えー。今回もね、世界一わかりやすいっていうサムネイルのタイトルですよね。これに、とある画像を貼り付けて、 初心者をターゲットにするようなサムネイルを作ることができます。例えば、1万本やって分かった、世界一分かりやすい、ショート動画の作り方。これ、こういうのってこれから出てくると思いますよ。ね、ショート動画の作り方、ショート動画の当て、当たり方とかね、当て方とかね。次、業界10年、世界一分かりやすい、復讐の作り方みたいなのもね、あるでしょうね。うん。世界一分かりやすいってやつですよ。いや、本当に世界一かどうか分かりませんよ。<laughs> 次、AV 男優が明かす。 世界一わかりやすい女の子の生かせ方みたいなのもね、こういうのも、あれですよね、匿名の YouTube アカウントがあっても不思議じゃないですけども、でも AV 男優が明かすみたいな感じでね、やっぱり普段 AV 男優の知り合いとかいないじゃないですか。で、こういう生かせ方なんてインターネットでこっそり調べるでしょ、やっぱり。人に聞くもんじゃないですよね。だからこういうのもニーズがある。逆に匿名だからこそニーズがあるとも言える。 そななジャンルじゃないかなとまあ、とにかく今回は、世界一わかりやすいっていう言葉を使うといいですよってことになります。それ次は最後です。まあ、よくあるやつですね。やっぱりね、ランキングっていうのを使ってください。例えば、今年感動した Amazon 無料映画ランキングっていうやつをやっていくとかね。メルカリ、実際に売れた変なものランキングみたいな感じでね。うん。なんかね、画用紙に書いた落書きみたいなのを3000で出してる人がいて、しかもそれがソードアウトになってたんですよ。 これも結構変なものが売れてるなと思いましたけどね。えー、次。危険。激辛カップ麺。焼きそばランキング 10! みたいな感じでこれも結構やってるでしょ。ね。あのー、カップ麺とかカップ焼きそばで意味もなく辛いやつってあるじゃないですか。それを食べてる動画とかをまとめて、 トップ10ですよみたいなのにやっていったりとかねそういうものもこのランキングってやつですねこれも使えますんで特に年末が押し迫った時期なんとかかんとかランキングっていう動画っていうのは結構再生される可能性が高いですからこれ年始にもね結構再生されるんですよですんで YouTuber としてはこの時期なんとかかんとかランキングっていう、ね、動画をね過ごしても出しておきたいなと思うのは私だけではないはずですえー、ということで今回はね ポジティブ訴求ということにフォーカスしていろんなキーワードをお送りしてみました是非サムネイルに使って活用してみてくださいじゃあまたね